スピリチュアルズをちょっと紹介させていただくんですけど、はい、私たちは皆人生という物語を生きていると。スピリチュアルが神、世界の中心にいる創造者なら、はい、人生という舞台のヒーローやヒロインは当然自分になるに決まっていると、うん、でもちろん男が全てスーパーヒーローで全ての女性がお姫様を演じるわけではないと、うん、社会が複雑になればなるほどいろんな物語があり、そこには多種多様な役柄がある、うん、その中にははぐれ者として生きる、愛する人を支える、うん、という物語があるかもしれないが、うん、常に主役は自分であると、うん、多分そうですよね、うん、皆さん自分が主役なんですよ、自分の人生は。そう、うん、だとすればパーソナリティとは、スピリチュアルイコール、うん、無意識が創造する人生という物語のヒーロー、ヒロインのキャラと言えると、はい、脳の基本の OS は人類共通でも、そのいくつもの傾向は個人ごとにばらつきがある。その些細な違いを私たちは、敏感に察知して性格とか自分らしさと呼んでいますと。でビッグファイブっていうのは一人一人が演じる物語のキャラを物が見える化したものがビッグファイブだとされていてですね、まあちなみにこのビッグファイブっていうのは、はい、外交的か内向的か、うん、1番で、2番が神経症傾向、うん、これは楽観的か悲観的か、うん、で3番協調性、これは同調性足す共感力っていう協調性があるかないかですね。で堅実性、これは自分を自制する力があるかないか、はい、で経験への開放性っていうのがあって、なぜこの5つの因子で性格が決まるかというと、はい、人柄とはあなたの内部にあるのではなく、うん、身近な他者の評価がフィードバックされたものだからだ、うんうんうん、これは全ての人の人生という舞台で主役を演じているといれば当然であると、うん、パーソナリティはキャラのことだが、うん、それは観客の評価を反映しているのだと、うんってなるので、はいはい、この自分が見えなくなってくるんですよね、うん、要はズレがどうしても出てくる、うん、自分ってこうだよねっていうズレと、うん、その人から観客の評価、うん、あだからそこあでその辺の真ん中ぐらいを自分って言うんでしょうね、うん、あ自分ってそうなんだっていうのも入ってくるじゃないですか。そう、うん、なのでちょっとなんて言うんだろう、その歩み寄りの真ん中ぐらいを自分って捉えてるんですかね、うんうん、だからまあ認識の話ですね。自分の認識、自分が、はい、自分が自分をどう認識してるかで、自分だけの思いじゃなくてそこには人のフィードバックも入ってきて、で自分って判断している、うん、認識している、うん、で人は皆自分の物語の主人公だが、好きなキャラを勝手に選ばれるわけじゃない、はい、僕も福山さんをやりたかったよ、はい、福山雅治さんをやりたいかなああなったか分かんないですね、うんうん、はい、ここにあの肉体を持ってきたとして、はい、そうなったかは分かんない、分かんないですね、うん、はい、肉体の話ですもんね、それそうそうなんですよ、はい、人は徹底的に社会化された動物なので、うん、人生という物語の舞台は常に他者がいます、うん、で私たちは社会によって拘束されていますと、うんうん、人生をロールプレイングゲームに例えるなら、うん、主役のキャラのパラメーターは社会イコールゲーム全体で、うん、共有されているものでなければならないと、うん、そうでなければ他の役者が理解できないので、うん、ストーリーがたちまち破綻し、うん、先に進めなくなって、うん、いや社会がなくなっちゃうじゃんと、うんうんうん、ただこれがキャラのパラメーターが辞書に載っている理由だと、誰も知らない内面に秘められた特別な性格っていうものはないと、すべ、うんうん、て、うん、あの意味がわかる、うんうん、性格で彩られているっていうことですね。カーシーに近いあーそうですね、はい、はいはいはい、はいはい、全てその自分がどうだって思ってる部分も、はい、そうやって思ってるだけに近いですよね。なんで、うん、全く知らない、はい、何も言葉で表現できないものはないっていうことですね、はいはい、まあ、そんなものはあったとしても、はい、ないみたいなもんってことですよね。そうですね、うん、まあ、それを捉える言葉もあるんでしょう、うん、おそらく、うんうん、私たちは皆微妙に異なるパラメーター、うん、因子、はい、要はこの5つの、うんうんうん、
ちょっとずつ違うものを持って生まれていて、その傾向の違いを利用しながら社会の中で自分に適した役柄を探すのが成長で、それによって答えが出たじゃないですか。違うんですよ。違うんですか。違うんですよ。で、はい、それによって一人一人違うパーソナリティになっていくと、まあユングも言いますよね、中年の危機に瀕して、はいはいはい、今まで苦手な部分を取りに行く、はい、丸を目指す、欠けたところがない人間を目指す旅が個性だと、はいはい、同じことが書いてありましたね、はい、なるほどっていう意味で、今回勉強しましょうね、僕も勉強したいなと思っているのが、はい、外交内交、外交内交、俺は外交なのか内交なのかと、まあ、その MBTI とかと違う可能性はありますよね。もちろんもちろんもちろん、もちろんです。あっちはこうなんか意識が外に向いてるか内に向いてるかみたいな話ですか、はい、っていうのをこのスピリチュアルズ私の謎というこので、ちなみにこれは、はい、本書、この本では協調性というものを同調性と共感力に分けるんですね、はい、でプラス外見と知能を加えて、まあ、ビッグエイトとしてちょっとこれから扱っていきますっていう本なんですけど、ちなみに、はい、この本の記述、この本の記述は3つの原則で書いていますということなので、はい、ちょっとその原則を元に書いてありますよというのを、はい、1、心は脳の活動である。心を脳の物理的な構造や変化とは別のところで議論することはできないと。心理学の主張は脳科学によって検証され、最終的には脳の活動として説明されなければならない、はい、心はないということですね。もう頭の中にある、頭の中にある、はい、全部脳の活動、はい、脳の活動である、脳の活動、はい、なんで別になってない、うんうん、はい、よくなんでこれがね僕いけないのが、はい、一番初めにエニアグラムがインストールしてあるので、うんうん、お前エニアグラムを否定するのかって。エニアグラムどんな感じでした？いや、なんかセンダーのヘッドとハートとガッツがあって、うん、ここに突き動かされてるんです、はい、まあ、イメージですよ多分。っていうけど違うと、全て脳の活動だと、はい、ですよね、はい、とは思いますよ。体は関係してるのはあると思いますよね。あ、そうですね、うん、体っていうのは痛いとか寒いとかお腹が減ったとか、リビドーですね、リビドー、はい、あとは2、心は遺伝の影響を受けている、はい、一卵性双生児と二卵性双生児の比較などから、うん、遺伝率を推計する行動遺伝学によれば、はい、身長や体重、外見だけでなく、うん、パーソナリティの遺伝率も 50% かそれ以上になります、はい、性格、知能から子どもの成長、発達障害や精神疾患まで、心についての全ての議論は行動遺伝学の頑健な知見と整合的でなければならないと、はい、なんでね、母親 を見てるとね、ほんと嫌になるんですよ。どういうと？僕を見てるみたいで。あ、気分屋で、はいはいはい、すぐカッとなって、はい、バーってもう、わって自分を見てるようで、もう自分を見てるようでね、もう反省です。はい、3、心は進化の適応であると、はい、自然淘汰の圧力は体だけでなく心、過去脳にも及んでいると、うん、脳が進化の産物である以上、喜怒哀楽などの感情はもちろん、はい、人の選択や行動、さらには社会の構造まで利己的な遺伝子、はい、ミームで出てきたやつですね、はいはい、利己的な遺伝子の強い影響を受けているはずだと、はい、心だけでなく、うん、人間や社会についての全ての主張は進化論によって基礎付けられてなければならない、はい、というのが原則になってます、はい、進化論否定されてたりしますよね最近。そうですね、はい、まあ、別の話なんで別の話、今日はこちらを元にやりますというところですね、はいはい、なのでちょっとエニアグラムを、はい、僕のエニアグラムを傷つけられた感じがするんですけど。そうですかね、それはそれでちょっと置いといて、はい、はい、